見かけ上、この外側3本の指のみたいだけども、実際にはこの1のことだって言ってもいいよね。あるいは、だから、なんていうのかな、これはこの課題っていうふうには言えないわけだよ。この課題でもあるし、この課題でも、要するにこの課題同士っていうのは全部つながってるわけだから、この場合だったら、奥行きを使うってことでもあるよね、うん、この奥行きを使うっていうのは日本のピアノのあれでほとんど5ハットみたいなんだよね。なるべくここで弾きましょうって、うんうんうん、だからそうするともう精度の音階一つで、ちょっとここからだともうこの角度がいくらの肘が決まっちゃうんだけど、それにはほらここが頑張っちゃうだろ、うん、こういうふうに、うん、さあでこれを一緒に変えてもいい。このインターバルがきついですよ、うん、だけどもこんなところに落ちたっていいんだよ、しょうがない、ここが、うん、この時にこういうのを直したいじゃないよね。だからとにかくピューピューピューピュ
キージャンプなんかと似てんの？スキージャンプ。うん、実際はね、あれね、落ちてくるだけだよ。いい成績取ったやつと取ってないやつって失速ジャンプとか言うでしょ。あ、はいはい、あれだけで5メートル、10メートル変わっちゃうんだよね。スーって、はいはい、ね、その差だよ。あ、ある種でのこの、うん、飛ぶ感じですね。そう、だからどっちみち音は減衰するに決まってんの。だけどその減衰がいかに減衰じゃなく聞こえるかなんだよ。このさ伸びる人と落ちちゃう人ってことですね。そうなんだよ。へ、ただどうしてだか分かんないよ僕は。ただ自分でこういうふうにやった時にはダメだなって、ここまで行っちゃってる時にはまず伸びないって。失速ジャンプ。